はいどうも、ブラッドです。ということで、まず大谷選手についてですね。今日、右肘靭帯の手術に成功しました。まずこれ聞いてほっとしましたよ。今までプロの選手で手術失敗しましたってね、聞いたことないですけど、ただね、人間がやる以上、100% っていうことはないんで、まずね、ちゃんと手術を成功したということが良かったです。で、執刀医は2018年のトミー・ジョンの時と同じでエラトロッシュ医師なんですが、彼は大谷選手と代理人が出した声明の中で次のようにコメントを残しています。翔平と協議を重ねて決めた最終的なプランは、肘を今後も長く使うために患部を修復し、生体組織を加えて健康な靭帯を強化するというものです。私は完全な回復を期待しています。2024年の開幕には制限なく打てる状態になり、来たる2025年の開幕には二刀流として復帰できると思っていますということなんですが、この中では具体的な術式名と話してませんが、押しレジスターの記事によるとインターナルブレースではないかと指摘がありました。マイケンさんが2年前にやったのがトミージョンとこのインターナルブレースのハイブリッドということで、ハイブリッドじゃないインターナルブレースだけの術式って言い方合ってるか分かんないですけど、それを受けた選手メジャーでいるかなと思ったんですが、僕が探した限りだとメジャーではいなかったです。ただマイナーだったりアマチュア選手だと結構いるみたいですね。で、日本でもいました。プロ野球はいないんですけど、日本のね、大学の投手が去年その手術を受けたというのを見つけました。で、しかもその方がインタビューを受けてる動画が YouTube であったので見てみたんですが、その方の場合は4ヶ月でもうね、試合で復帰したそうです。で、その動画だとリハビリの様子もちょっと話してたんで、興味ある方はよかったら見てみてください。で、ちなみに僕は大谷選手が早く復帰できるかもって言いたいわけじゃないですし、そもそもインターナルブレースかわかりませんからね。ただ OC レジスターの中でそういうワードがあったんで、僕なりに調べたことをたださっきね、話しさせてもらったっていう感じです。で、ちなみにですが、大谷選手のインスタでも報告がありました。早朝に手術を受け、無事成功しました。不本意ながらシーズン途中でチームを離れることになりましたが、残り試合のチームの勝利を祈りつつ、自分自身一日でも早くグラウンドに戻れるように頑張りますと。大谷選手個人でこうやって発信してくれて、まあ、ファンとしてはありがたいですね。嬉しいです。ちなみにこの投稿のコメント欄で、元阪神の糸井嘉男さんがいたんですけど、なぜか英語だったのがちょっと面白かったです。まあ何はともあれ、8月23日に靭帯損傷今季投げませんと発表があって、およそ1ヶ月ですね。ずっとファンは心配してたでしょうけど、まず一つ、こうやってことが進んでよかったです。またホームに戻ればダグアウトで見れると思うんで、まずそれ楽しみにしたいと思います。その他のエンゼルス情報ですが、まずシルセスは少なくともあと1回マイナーで投げる予定だということです。ネビン監督の話によると、彼は健康だと感じている。頭の中はクリアであるということなんで、これは良かったですね。僕前回マイナーで投げた時、コントロールも悪かったし心配だったんですけど、この監督のコメントが聞けて安心しました。続いてトラウトですが、素振りは今していて、少しずつ改善しているということです。で、次、ムスタカスはスイングと守備練習を今日行いました。IL の期間が終われば即復帰できる見込みです。で、体調不良で先発回避したデトマーズですが、明日先発します。そしてバリア、ハムストリング痛めてますけれども、現在投球しておりまして、シーズン終了前には復帰する見込みだということです。そしてマット・ムーアですけれども、ウェイバーでガーディアンズからマイアミへ移っています。もう9月なんで、ムーアはポストシーズンに出る資格はないんですけど、マイアミはポストシーズンの可能性十分あるんで、力を貸してくれるといいですね。で、最後、シングル A のジャディエル・サンチェスが、カリフォルニアリーグのオールスターチームに DH で選ばれています。サンチェスっていうと、去年のね、シンダーガードのトレードでモニアックと一緒に来た選手で、今季素晴らしい活躍してくれたのは本当嬉しいです。いや、シンダーガードにもね、感謝したい。今22歳で2年後ぐらいにね、メジャーに上がってくれるといいかなと思います。で、今日も負けて6連敗。いやー、ひどかったですね、ルーペ。もう防御率 6.10 ですか。
8回入るまでピッチャー陣もね、まあまあなんとか耐えながら頑張って、で打つ方ではね、ルーキーたちのホームランで同点になったと。それなのに直後ぶっ潰していくと、なんかそういう展開的に今日のループのピッチングは腹立ちましたね。まあその辺も含めて振り返っていきましょう。まずサンドバルは初回、先頭のディアスにセンターオーバーのツーベースで、ちょっとフィリップスがミスしている間に三塁進んじゃうんですけど、これはね、お相手ディアス好走塁でしたね。フィリップスはミスってるとはいえ、そんなに大きな隙を与えたわけじゃないんで、まあエラーではあるんですけど、お相手もナイス走塁でしたね。で続くアロザレナに一発、まあこれはね、おハッピー高め構えてはいるんですけど、ど真ん中付近に行っちゃいましたね。サンドバルも試合後、悪い球だったと言ってましたけど、その失投を捉えられてしまいました。で続くラミレスにもフォアボールですし、アウト1個も取れないまま、ちょっとこの試合どうなるかなって思ったんですけど、その後三振とゲッツー。最後ネトはライナーを取って、すぐにファーストに鋭い送球投げたんで、いいプレーでしたね。そして4回の攻撃でオハッピーのソロホームラン、今季第11号。初球完璧に捉えましたね。打球速度 110.4 マイル、弾丸ライナーでレフトスタンドに運びました。本当にオハッピー楽しみ。ちゃんと健康でフルシーズン戦ったらどれだけ打ってくれるか、特にホームラン。今年のホームランのペース見ても、まあ、30から40ぐらい打つんじゃないかっていう期待感あります。今季のメジャーで30本打ってるキャッチャーいませんからね。一番打っててもローリーの28本。そう考えると来シーズンとにかくで怪我なく、まずは試合に出てその中でホームランバカバカ打ってくれると嬉しいです。そして今日復帰したアデルが三塁線を抜くツーベース、これも打球速度100マイルとしっかり捉えたあたりでしたし、まずは復帰初戦でヒット長打が出てよかったですね。そして8回ネトのソロホームランで同点。このホームランに関してはいろいろありました。まずネトの打撃フォームについてですが、前の試合では全部すり足だったんですよね。ツーストライクを追い込まれる前から。ただ今日はいつも通り追い込まれるまでは足を高く上げるスタイルになってました。でこの打席までヒットなかったんですけれども、ここでホームランで、今日ねネトのご家族だったり応援団が来てたんですよね。放送局のインタビューも受けたりしてましたけども、もうこのホームランにはお母さんも応援団も大興奮。ネトも三塁ベース回るとき指さしてね、ちょっとにこやかな表情に見えます。いやこのシーン良かったですね。でこのネトが打ったホームランボールなんですが、お客さんがフィールドに投げ返したみたいなんですね。でその後お母さんの手元にボール来たんですけど、もう本当にこのお母さんね、嬉しそうにボール持ってね、なんかそれ見てたらね、こっちまで泣きそうになるぐらい、うん、なんかいいシーンでしたね。そしてもう一つ、このネト、そして大谷選手のエピソードが記事になってたんですが、前の試合でダグアウトの中で大谷選手が指導してるシーンありましたよね。でその翌日、だから昨日ですね、に大谷選手から複数の動画も交えてネトにアドバイスのメールが届いたそうです。もう紛れもないエンジェル。翌日早朝に手術を控えてるっていうのに動画までつけて後輩にアドバイスを送る、もうエンゼルスファンとしては大感謝です。もうただただ素晴らしい、最高。ちなみにダグアウトで受けた指導が何だったかっていうのもネトが話してまして、大谷選手に2つ言われたそうです。1つは一貫性のあるフォームにするということ、そしてもう1つが速球に振り負けないようにしなさいと、この2つを言われたそうです。今日ネトがこうやって打ったことで大谷選手もきっと喜んでるでしょうね。もうみんな若い人はね、大谷選手、大谷塾にもうどんどん入塾した方がいいでしょう。特に同じ左バッターのシャニエルとか。もう来週大谷選手、一緒に行動できるの最後かもしれませんからね。ぜひもうガンガンアプローチして、もう大谷選手から吸収できるだけ吸収してってほしいです。で、その裏ループですけど、まあまずストライク入らないとね。正直審判の厳しい判定もありましたけど、まあそれでもコマンド悪かったです。ワンアウト満塁でバッターはバサーベ。お相手明らかなボール球3つに手出してましたし、まあこのバッターは抑えれるかな、三振かなって思ってたんですけど、最後なんで打たれますかね。
もうほんと腹立ってしょうがなかったです。でさらにピントにも2点タイムリー、試合を決められてしまいました。で9回2アウト、もうこのまま静かに終わるかなと思ったんですけど、グリチック頭部付近のデッドボール、いやこれ怖かったですね。あのウォードのことがあるからね。ただスローでよく見ると肩にまず当たってからヘルメットの横の部分に当たってたんで、おそらく大丈夫だと思います。でこのシーンまたいいなっていうことがあって、グリチックがベンチ裏に下がっていく際にネットが肩ポンってやるんですよ。まあ、シャネエルもタッチしてますけど、シャネエルいつもあの近くにいるんで、これは置いときます。で、ネットは多分、まあ、わざわざグリチックのところに来てタッチしに行ったと思うんですよ。これ些細なことかと思うかもしれませんが、僕はすごい大事だと思うんですよね。まずネットがこうやってチームメイトのことを思いやるっていう気持ち素晴らしいですし、そういう気持ち、チームワークが勝つためには必要であるときっと理解してるんでしょうね。だから逆になんでネットしか行かないんだろうって思いましたよ。まあスペースの問題とかいろいろあるかもしれませんが、もうちょっとね、誰か行ってもいいんじゃないかと思いましたけどね。グリチックそんなに話しかけづらいのかな。まあ来たばっかりですけどね。まあそういうもろもろ含めて、よくぞルーキーのネット行ってくれたなっていうか、いやー素晴らしい人だなって思いました。今日シャヌエルはフォアボールで出塁がありましたんで、メジャーデビューから連続出塁を23試合に伸ばしています。ほんとネトとオハッピーのホームランは上がりますよ。エンゼルスの未来を担うこの2人のネトッピー団、来シーズンはこの2人のねホームランまた見れるでしょうし、あとアデルも加えるとね、アデトッピーで、さらにモニアックも若手入れときましょう。アデトッピニアック、このアデトッピニアック団っていう風に紙面がにぎわうのがもう今から楽しみです。でウォルシュは今日4の4三振、あれって感じですけどね。まあ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 、こういう日もありますと。また明日から期待します。先発サンドバルは5回投げて被安打5、2失点、フォアボールは3つ、三振7つ。三振たくさん取れたのは良かったですけど、正直評価ちょっと困りますね。まあ、初回の入りからするとよくその後立て直したかなっていう気はしますけど、ただやっぱコマンド悪くて球数かさんで、結局5回しか投げれてませんからね。まあ、僕の中ではやっぱりあんまりいい投球じゃなかったなっていう評価です。でもサンドバルは試合後、3、4、5回と回が進むにつれて体がねうまく動くようになってきたっていういい感覚のあったことを話してたんで、まあそういういい部分が経験できただけいいんじゃないかなという気もします。でその後ジョイス・ソリアーノはランナーを出すんですけれども無失点。ジョイスはフォアボール2つ出しちゃいますんであんまよろしくはなかったんですけど、ただスライダーでえぐい空振り奪ってましたね。相手バッターそれ振るのって感じでしたけど、やっぱ球が速いっていうのはそれぐらいボールを見極めるのが難しいんだなぁというのを感じましたね。で最後ループに関してちょっと話させてもらうんですが、まあ人によってはこれ今頃かって思われるかもしれませんが、ループ、もうこの2年間がっかり。2年間あってどっちかはいい活躍してくれると思ってたのに。今年は去年の反省を踏まえてリベンジ果たしてくれると思ってたのに。シーズンが終わりそうな今、防御率 6.10。もうがっかりすぎる。まあ僕の動画見てる方わかるかもしれませんが、僕は常々ループを擁護してきた人間です。弱い当たりがヒットになっている。たまたま打球の飛んだコースが運が悪い。いつか成績は落ち着いてくると擁護してましたけど、終わってこの数字は擁護できないよ。どうしてくれるループ。これで年750万ドル。マジでどっか行け。もうそんな心境です。もうほんと変わらんかったな、ループって言いたいよ。2年前の防御率0点台はなんだ。まあこれでミナシアンも勉強しただろうね。この手のタイプはセットアッパーになれない。まあそもそもブルペンにそんな高額なお金出しちゃいけませんよ。いや本当は僕もこんなこと言いたくなかったですけどね。エンゼルスでのループもうすぐ見納めか。まあこっちとしても勝ち負け気にしてるわけじゃないし、心穏やかにループを送ることができるかなって思ったんですけど、今日ちょっと展開的にね、ネトッピー弾を無駄にされたんで、ちょっとつい言っちゃいました。すいません。
まあでもあと本当何回かなんで、ちょっとそこぐらいはいい投球して終わってほしいな。アストロズは今日も負けました。そしてシアトルレンジャーズは勝利しています。また団子がギュッと詰まりましたね。メジャーファンとしては面白くなっていいんですけれども、まあ一個気になったのはこれ3強2弱って言われちゃうのかな。一応オークランドが3割5厘でしょ、勝率。エンゼルス4割5分あるんですよ。勝率で言えば上の3チームと近いですよね。だから3強2弱って呼ばれるのはちょっと心外というかね。まあ言うんだったら3強1中1弱。ちょっとアスレチックスさんには悪いんですけど、なんか一緒にされるのはちょっと違うんじゃないかなと私は思います。こちらブルージェイズが勝って4連勝しています。そして熾烈なナ・リーグワイルドカード争いですが、ダイヤモンドバックスが4連勝。ここに来て上げてきましたね。で、カブスが連敗を止めて勝ちました。で、ムーアが移ることになるマーリンズは今日はサヨナラ勝ち。あと、パドレスも意地の6連勝をしてるんですよね。残り10試合全部勝って84勝。上位チームがもうダダダーと急降下してこないときついですね。明日先発はデトマーズとシバーリー。今日ソロの2点しか取れてないんで、明日も厳しそうだなとは思うんですけど、ただアデルも復帰したし、なんとか若手中心にみんなでいいとこ見せて勝ってほしいです。トリプル A です。ジョーディン・アダムスはヒット2本。キャベッジは9回裏同点ツーランを含む2安打。外はホームランの1本。キャッチャーのオーキーはサヨナラタイムリーを含むヒット3本。最後にマウンドに上がったイングラムが勝ち投手となっています。そして WA ですが、前回紹介した試合で全日程終了となります。言い忘れていて申し訳ありません。はい、それでは今回の動画以上となります。最初言い忘れたんですけど、観客動員1万5000って少ないなーって思ったんですね。で、いつもそうなのかなと思って、今月、平日のレイズのホームの観客動員見たんですけども、だいたい1万人。で、1万割る試合もあって、うわー大変だなーっていう感想を率直に持ちました。でもこれでね、強いチーム作ってるんだから、まあ、もっとこれを見て、オーナー、GM 頑張ってほしいなという気はします。まあエンゼルスに限らずね、贅沢税を超えるかっていうチームで弱いチームはもっと恥ずかしいと思った方がいいかもしれませんね。まあこういうスモールマーケットのチームをただ真似すればいいってわけじゃないでしょうけど、こうやって強いチームが事実あるんで、ちゃんとお金の使いどころは考えてほしいなと思います。はい、それじゃあ終わりにします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンジェルス、さよなら、バイバイ。